10年前に会ったきりだったんですけど、その時に LINE を交換してそっきり連絡を取ってなくて、もしこれをきっかけに会えたらいいなと思って。10年前を最後に会うことも連絡を取ることもなくなってしまった2人、あるライバーがきっかけで止まっていた2人の時間が動き出す。10年間会っていないいとこ同士が再会する一つのきっかけに迫りました。今回訪れたのは埼玉県さいたま市。虹さんちがきっかけであることをした方に取材してきました。おはようございます。リカルのスタッフです。はい、よろしくお願いします。女性ファン。こちらが今回取材に応じてくれた吉田さん。あなたのきっかけは何ですか？初の女性視聴者。まずはご自宅で虹さんちについてお話を伺いました。めっちゃ綺麗。虹さんちにハマったきっかけは、これ言うの恥ずかしいんですけど、あのゆり漫画とかが好きで、私なるほど。ってなるとツイッターでこうおすすめのやつないかなって探してたら、あの智恵さんが出てきて、あ、どんな人かなと思って、ね、それで白雪智恵さんを見て、あ、すごい綺麗なお姉さんだなと思って、声が良くてハマりましたね。やだ、ちょっと、お歌も綺麗なんで、あ、嬉しい、はい、好きですね、よく見てます。意識した。白雪ですか？白雪さんも推しなんですけど、ちょっと最近 EN にハマりまして、最近はエクソレイの狂乱メロコさん。まあまあまあ、そうよね。先日メロコさんはね、路線が分かりやすい。デビューからです。ティザー見て本当にこれも声が綺麗だなと思って、初配信を見てからずっと見てます。綺麗な声のお姉さんライバーが好みのようです。お持ちのグッズを見せてもらいました。あ、最近買い始めたんですけど、誕生日グッズとか集めてます。白雪智恵と狂乱メロコのグッズが中心に綺麗に飾られています。嬉しいな。特に白雪のクッションがお気に入り、なんか毎晩抱いて寝ているそうです。だよね、だよね、思った。こうちょっとこうぬくもりを。そんな吉田さんのお仕事は見て、そう、ひとくくりで言うと SE なんですけど、自社に合わせた管理システムをこう手軽に作れるっていうサービスで開発のお手伝いをしてます。吉田さんはフリーランスの女性システムエンジニア。なんと二次三次好きが高じて自分専用のシステムまで開発してしまいました。すごくないですか？すごいね。今まで買ったグッズの合計金額を求めるシステムを作ってます。苦しくない？大丈夫？新しくないですか？専用の家計簿。はい、その通りです。グラフも出せるので、ボイスとかあのアクリルスタンドとかカテゴリー別にいくら使ったのかも見れます。なるほどね。一番最初に買ったグッズって何ですか？今月ここまで使える。一番最初に。こんなしっかり金使うファンいるんだね。あった。みんなしっかりしてるね。一番最初に買ったグッズ、フルートイタヨ温泉旅行ボイスです。あ、ちょっと。あ、これだいぶスケベのやつですよ。だいぶ危ないやつだよ。もうスケベお姉さんですもん。2020年5月30日。そんな遡れんの？どのぐらい使ったら教えてもらうことで。ちょっと。と言えないです。聞きたい。さすがに、さすがに実家から電話かかってきちゃうかもしれないからね。かなりの金額を使っているようです。そんな吉田さんのきっかけになったライバーは、城力一さんですね。果たして城力一は吉田さんのどんなきっかけになっていたのでしょうか？気になりますね、これは。気になる。急に俺が来た、こっちに来た。というわけで、虹番6月の番組、あなたのきっかけは何ですか？ MC のベルモンド・バンデラスです。イエーイ、お願いします。いい声。この番組は虹三次がきっかけで変化が訪れた方、新たな一歩を踏み出した方を取材し、虹三次と視聴者の意外なつながりを見ていくドキュメンタリー番組です。はい、というわけで今回ゲストこの2人に来てもらってます。はい、自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。最初の VTR では影も形も出てこなかった城力一です。一体何がきっかけに読めなかったね、って感じでね。俺フルトイ温泉ボイスにもいないはずなんだけど。おかしいな、どこなんだろう。はい、いい子にお留守番してた、白雪智恵です。いや、私も
なんかあのきっかけも俺、推しも俺みたいな感じ、ゆきさん、意外だな思ってたらねあそこのグッズラインナップにも見えなかったし、そう、あの一枠スタくらいあるかなと思ったで、ね、まあ、あそこにアクスタとかいっぱい並んでたでしょ う、ね、で、お部屋とても綺麗だったじゃないですか、うん、ね、後々教えてもらったんだけども、うん、とても綺麗なのもう一個部屋があるみたいで、うん、そこに、もう他のグッズを全部押し込んで装備してる、そう、あれ撮影用みたいな感じになってたってことか、そうかな多分ね、だからもう、あれ見たもの以上にかなりつぎ込んでる、なるほど、そ、そこに力士さんいるんだ、いるかもしれないね、いるかもしれない、うん、ね、今回ちょっと最初に見てもらったけど、見た感じちょっとどうだった？いや、もう私は同志、ソウルメイト、うん、ソウルメイトですね。え、でもやっぱりこうユリきっかけで知ってくれたっていうのがすっごい嬉しかった。やっぱり私が活動を通してなんかめちゃくちゃ重きを置いてるというか、うん、すごく発信しているユリ好きっていうのだからすごい嬉しかったですね。ありがとうございます、ね、共鳴してね、VTuber 知らない人が来てくれたっていう、そういうことですよね。めっちゃ嬉しいよね、こういうのはね。でもきっかけは力一さんですかね。ここ急に来るのよ、うん、一番びっくりしましたね。なぜすごい、ちょ、予想してみる、予想してみる、力一きっかけで何があったと思う？その何かがあって急に力一のせいで、せいでっていうかきっかけで力一さんきっかけであの金銭システム作ったっ作ったのかもしれないな。かもしれない、そこに繋がる。俺がなんかあの配信に積極臭いことを言って ねお金は大事だよとか言ってあるかもしれない、意外とあるかもしれない。きっかけでメイクを始めたとか。メイク、それまでスーパースッピンだったんだけど、うん、なるほど。心当たりは、まあ、じゃあそのメイクと、うん、ちょっとお説教しちゃったお金に関して、お金に関して金いいお兄さ ん、ね、ラジオとかやってるといろんなさ、うん、あの悩み相談とかを答えることがあるから、それでまあ結構、まあ、やってみればいいんじゃないみたいな感じで言ってるから、うん、いろんな人がある種きっかけを求めてくるような時もあって、なんかおかしな話、ピエロにね、そう、なんか求めるってすごい面白い、だいぶみんなどうかしてるんだけどそうですね、じゃあピエロも一生懸命答えるんですね、うん、答えて、で、まあなんか将来性とか考えてやめた方がいいんじゃないなんて言えた玉じゃないからまあやってごらんなさい、しんどいかもしれないけどっていう風にね、まずやらせることからね、うん、いろんな人の俺種まいてる可能性があるから、ちょっとね、そこだったらどうしようみたいなドキドキしてるんですよ。なんでですか、なんでですか、ね、お前のせいで今こんなことになってるのってそういうこと、なんかちょっとね、恨んでる人もいるかもしれないなっていうのは、責任取ってくれよと、そうハラハラしてる時はあります。1回、2回目はね、ちゃんとあの希望のある、ね、感じだったんだけども、今回もしかしたらあなたのせいで告発されるかもしれないねあなたのせいで力さん、今のうちに好きなことやっといてください、ね、はい、俺今日から最後で雲隠れかもしれないね、はい、力一きっかけで何があったのか、じゃあ VTR 続き見ていきますか、うん、はい、それじゃあお願いします。綺麗な声のお姉さんライバーが好きな吉田さん、果たして城力一は吉田さんのどんなきっかけになっていたのでしょうか。力一さんのアイコンですね。そのアイコンがなければいとこと久々に連絡を取って会いたいなって思うこともなかったなと思います。印象的だったんだね、力一のアイコン。なぜそれがいとこと連絡を取るきっかけになるのでしょうか。LINE のちょっと友達を整理しようかなっていう時に、アイコンにちょっと知っているピエロが映っていて、何かなと思って見てみたら、城力一さんと一緒に映ったいとこがいて、実はそのいとこっていうのが10年前に会ったきりだったんですけど、それっきり連絡を取ってなくて、はい、もしこれをきっかけに会えたらいいなと思って。10年前、吉田さんは大阪、いとこは沖縄に住んでいました。当時高校生だった2人が気軽に会える距離でもなく、次第に疎遠になってしまいました。力一さんのアイコン見てみます。それって衝動的に送ったんですか？あ、そうですね。もう勢いで、力一さん好きなの？って聞きました。どんな返信来たんですか？あ、そうだよって気軽に連絡くれましたね。あの周りに二次三次とかましてや VTuber を知らない人ぐらいしかいなくて、二次三次好きな人と一緒に話したいなっていう気持ちがあるので、はい、どこはどちらにお住まいとかってご存知ですか。詳しくは知らないんですけど、東京に住んでるとは聞きました。会うと会える距離で埼玉とかね、はい、撮ります。
スクス2人で登頂約1ヶ月後ちゃんと1つ決まった吉田さんからいとこと会うことになったとの連絡があり再び取材させていただくことにこんにちは久しぶりです早速今の心境を伺いましたあ本人本人吉田さんそうですね緊張してるんですけど楽しみの方が大きいかなって感じですね10年ぶりの再会ということで緊張の面持ちの吉田さんいとことの待ち合わせ時間は刻一刻と近づきます久々の再会俺らが行っていいんかね確かに取材班が久しぶり元気ですか変わってなくないですか写真10年、いやでも一人で10年ですこちらが吉田さんのいとこ原田さん元気でした？元気はあります。寝っ転がってる。でも、後ろの人ね。後ろの人ね。ちょっと寝っ転がってる。まさか大人になってこうやって会えるとは思ってなくて。会ってもいいって言ってくれた時すごい嬉しかった。二次三次はいつから好きなんだ？二次三次は価格にはぶられましたね、寝てる人。18年、ジョー・リキイチさんがデビューして、リキイチさんで初めて VTuber をしてでそこからハマって、うん、だからシーズ2期かなが、デビューしたくらいから俺らがデビューしたぐらいだね私は友恵さんがデビューしたぐらい、うん、2019、20ぐらい2019ね変わったら楽しいよね楽しいねリキイチさんが最推し最推し他はいますかじゃあもうきっかけも推しも三枝明奈さんあ、そうなんだへえ。周りに二次三次の両国の頃からずっとこうやって言ってくれるのは嬉しいです、ね、話す人もいないから4年、5年こう身近に出会えたことがすごい嬉しいあよかった、うん、10年ぶりの再会を果たした2人、うん、この後はどちらへこの後アニメイトに来ましたアニメイト10年ぶりで最初はぎこちなかった2人二次三次を通じてあっという間に距離が縮まっていきましたそして吉田さんにはアニメイトの他に都内でどうしても行きたい場所があるようです、うん、新宿の歌舞伎町タワーにそれなんで歌舞伎町タワーともえさんがあ嘘行きたいって言ってたのでちょっと私も行ってみたいなと数日前にファンクラブのトークイベントで白雪と歌舞伎町タワーについて話をしたそうです吉田さんにはこの場所でしたいことがありました友也さんのアクスタを持ってきたので写真を撮りたいなと思いますありがとう白雪との思い出を色あせる前に記録しておきたかった未来の成長は私いつもあの家に眠らせちゃうタイプなのでそういうあの持っていくタイプもいいなって思いますリキイチはお留守番でしたそんないとこの原田さんにも吉田さんと一緒に行きたいと思っている場所があるそうです入っていったのは少し怪しげなビルのようですがなんとここは斧投げができるお店ここ行きたいんだよな久々の再会で行くお店にしては少し刺激的ただ忘れられない思い出にはなりそうですだが、なぜ斧投げのお店に？あの月野委員長の阪神会場を見て、ね、いつか来てみたいなと思って印象的だったわ。で、虹原でも出てたのでそんな店あるんだ。やっぱりこれは来るしかないと思って来ました最初はどこかぎこちなかった2人だが二次三次そして斧投げを通して間にあった壁は確実に壊れていきました吉田さんが MC してたもん人も寝てるし来る前は何の話しようかなってずっと思ってたんですけどこう二次三次の話をしながらこう昔の話もしながらこういろんなところでこう遊ぶことができてよかったなと思いますはい楽しかったです本当にちゃんと話せるか不安だったんですけど全然密接に話せたんで嬉しいです最後に2人からそれぞれ好きなライバーへメッセージをもらいましたこう辛い時とかにこう二次三次にハマってリキイチさんの配信を見るようになってこう楽しいことが毎日増えてこう日々充実したこう日常が送れるようになったのはリキイチさんのおかげだなと思いますこれからも応援してます
ってみよう。私は友枝さんを知る前は全然趣味とか楽しいこととかなかったんですけど、友枝さんを知って毎日を生きるのが楽しくなったので、これからも配信頑張ってください。今のニコってのめっちゃ嬉しい。ぜひ会おう。近いうちに。城力一が映ったアイコン、それは10年間会っていないいとこ同士が再会するきっかけになっていたのでした。ちょっと泣けてきちゃった。まあ、ということでね、はい、吉田さんは力一きっかけで、いとこと10年ぶりに再会したということだったんですね。まさかまさかの、うん、ちょっと想像、予想をはるかに超える城力一のアイコン。アイコンですからね。はい、俺が特に配信で何かをこうなんか心に響く名言とか、うん、そういうあれではなく、大外れでしたね。ただもう外に俺が立っていたことがまず良かったとね。あの両国のライブで ね、隣にルルちゃんとかがいたから、あの頃の時代ですよ ね。あれをさ、 LINE のアイコンに設定で、ね、ずっとしてくれてるっていうのがさ、あ、もうそこも力士さん的にはもうすごいありがたいですよ。もうね、2019年とかですから、そのぐらいか、もうその頃にね、おそらく撮ったのかなって思うんですけどね。で、なんか前回とかの、コウさんとサキさんの、はいはいはい、とか見てたから、こう配信でね、配信きっかけでかと思ったけど、うんうん、ね、この人、あ、推しだったんだっていうのが ね。そうだよね、うん、しかもさ、友達とかだったら割とありえるじゃないですか。ありえる、いとこ、その10年以上会ってない昔は仲良かったってやろう、いとこと、うん、力士さんきっかけでまた、で多分ここからまた会おうよ、また会おうよ、月1、月1でライブ一緒に行こうってなってくと思うから、きっとなっててほしいんですけど、素敵じゃないですか。もう泣きそう本当に。ごめん。申し訳ないのがさ、こう共演するのが ね、お互いの最推しであろう友枝さんと力士が、はいはい、こう共演することがあんまりないっていうのがそうね、そうね。今でもよかったじゃない、それもまたあなたたちのおかげで今できて、そうそうそう、みんな、そう、お二人きっかけでここ二人、そうなんです、初めてこういう風に喋ってます。そうなの。え、私でも一個気づいちゃったんですけど、はい、あの、なんか力士さんきっかけで、まあ、そう、いとこさん出ると思わなかったから、うん、あの金銭システム、あの合計金銭、はいはい、あれは力士さんが説教したからじゃないって言ってたじゃないですか、うんうん、私かも。ああ、私結構いつもあのねって、はい、ゴリお金はね大事だから本当に貯金してるとかグッズとかも嬉しいけど本当ご利用は計画的にだよって超口酸っぱく言ってるんですよ。だからあの時は、力士さん何言っちゃったんすかみたいな思ったけど、ごめん、もしかしてめっちゃ気にしてる、もしかしたらもう友達さんきっかけでガチガチで計算するね、大丈夫そう、ガチ勢が埋まってしまったかもしれない。そう、そこがちょっとあの再会してね、ちょっとね、久しぶりって距離感の中で行ったところがさ、斧投げるお店になかなかちょっとね、面白い絵面になってましたけれども、もう二次ファン同士でしかできない、うん、ことよね。うちらのファン同士でしかもう軽くなんかしますかっていうと、ああなっちゃうんだよ、ね、そうだね、お互いの、 その共通言語みたいなものがやっぱり23次の中でっていうから、だから帰り雪降ったら牛丼食いに行くんだろうなとか、おそらくはやっぱそうなんでしょうね。きっと次はある丸飲み体験行くんだろうな、あるだろうね、うん、あるだろうやるんかな、あのなんか水着かなんか着てね、うん、はい、ということで、いかがだったでしょうか、視聴者の皆さんもね、コメント欄に二次三次がきっかけで変わったことをぜひとも書いてみてください。6月9日に行われたバルツファーストライブ一生入魂、その中に着物姿でライブに臨むある女性がいました。バルツと一緒に楽しみたいと思い始めた着物の着付け、そこには多くの支えと出会いがありました。そしてバルツライブの裏側にも密着、初の単独ライブを行った3人と1人の女性ファンのきっかけに迫ります。